どうもラートです、やはり僕は新脱獄に呪われてしまったようです。ということで今回も新脱獄で脱獄をやっていきたいと思います。今回は、市民側ですね。前回は人狼だったんですけどめっちゃ噛みそう前回は人狼だったんですけど今回は市民ということで、頑張っていきたいと思います。7番さんがめっちゃ疑われてるね。確実に人狼だと思うんだよね。よし、スイッチ2つもうされてるね。早いね。 OK、 押していく。よしよしよし、いい調子だよ。あと8個だね。さあ今回武器めちゃめちゃ良くないか。これさ、ロケランと水鉄砲っていうね、もうこれはザスナイパーみたいなね。ザスナイパーって運営さんに言われました。嘘です。さあ、もうすでに7個目スイッチを押されている。今回めちゃめちゃ早い。まだ1分も経ってないのに半分以上押されているということは、もうこれはもう早く脱獄できてしまうんではないかと思いますが、もう人狼来てしまった。スイッチを押している暇なんてない。人狼に追いかけられてしまった。どうしよう。逃げるかロケラン撃つかっていう2択なんだけれども、ロケラン撃ちます。ロケラン撃って、人狼逃げてる。お前逃げてんの？何？ロケラン持ってるからって、お前すぐ逃げ。あ、狙ってきた。うわ、お前も人狼なの？ヒカキンさんも人狼だった、もしかして。やばい。まさかの市民側かと思ったら。あ、やばい。2発とも当ててしまった。やばい、天才かもしれない。くんな。まあ、くんな。オッケー、当てていく。くんな。当てちゃうよ。はい。あ、2発目当たんなかったけど、まあいいや。でも結構さ、今回当たってない？今回の、ラート君の M は調子バッチリということで、はいはい、押していく。あと一つ押していく。よし。さあ、一人やられているから助けに行きたいけれども、はい、やばい。うおー、ギリラスカルめり込んでるけれども、危ない。よいしょ、オッケー。いいね。え？てか市民もいなくなってたし、水鉄砲当たらないし、どういうこと？お、オッケー、これ水の上に着地。オッケー、今水の上に着地したのにダメージ食らったんだけど、ちょっとどういうことこれね。オッケー、当てていく。さあ、ロケラン間違えて、もう一発あるよ。OK、いいんじゃないの。 OK、 倒れていく。よし。これはちょっと様子見かな。様子見して、さあどうだ。消えた。今回消える人多くないということで、また次回の動画でお会いしましょう。パワー。